旧日彩銀、青空銀行の新しい本店が上智大学の校内にオープンしました。大学内に銀行の本店が入るのは異例です。上智大学のキャンパス内にあるこちらの建物、この中に青空銀行の新しい本店が入ります。青空銀行は今日から新しい本社と本店を東京四谷にある上智大学の6号館にオープンしました。本社からは大学のキャンパスを行き交う学生の姿を見ることができます。1階が資産運用などを相談する店舗で、7階から16階に本社が入ります。我々もなんとなくこう、生き生きとした、若々しい感じをいただけますので、大変いいなと思いますね。今後は銀行員が大学生にビジネス講義をするほか、就職相談やインターンシップなども積極的に受け入れるということです。